同心は、江戸幕府の下級役人の一つ。諸奉行、京都諸市代、上代、大番頭、諸院番頭、日付盗賊改め方などの配下で、より木の下にあって書務、未開などの警備についた。また、諸藩においても、藩直属の足軽階級の正式名称を、同心としているところも、少なくない。明治維新後は、卒族とされた。同心は、 もともと中世後期の日本において一致団結を意味することして使用され、一味や一気と同義語だった。戦国時代に入ると戦国大名の家臣たちは、主下への平時の方向や軍役をこなすために相互に団結してことに当たるようになった。そのため、下級武士を同心と呼ぶことが一般的となり、後の江戸幕府も幕臣の役職名として、 同心の章を採用した。江戸幕府成立時、徳川家敷さんの足軽をすべて同心としたため、忍者を祖先とする伊賀同心、甲賀同心、鉄砲組の百人組、様々な同心職ができた。このように、江戸時代初期から同心となった者は、特に譜代と呼ばれ、役職がなくなっても、法禄を受けることができ、子孫にこれを受け継がせることができた。幕府の同心は、 幕臣であっても旗本ではなく、御家人身分だった。八王子仙人同心は、戦国大名の武田家の植生命を受け継いだため、江戸時代の植生の同心とは異なることに留意。江戸の南町、北町奉行所には、寄木が各25機同心が各100人配置され、江戸の司法、行政、警察の任に当たった。このうち、 警察業務を執行する周り方同心は南北、合わせて30名にも満たず、人口100万人にも達した、江戸の治安を維持することは困難であり、同心は、私的におかっぴきと呼ばれる手先を雇っていた。周り方同心は、曲げが正銀難まげなど、生きなみなりで人気があった。息は、江戸の町民文化としての側面を合わせ持っているため、町民には馴染みやすいともされている。 特に町民にも馴染みがあったのは、低町周り同心であり、決められた地区を担当し、巡回、治安維持に当たった。他に、臨時周り同心、隠密周り同心がいた。平の同心の法禄は30票二人口と、将軍家期さんの武士と比べても少なくはなかった。実際は初代名家や町屋からの付け届けなどで、その数倍の実収入があったものも多く。 そのため、おかっぴきのような私的使用人を雇うことができた。住居として、いわば宿舎に相当する屋敷を廃慮し、しばしばその屋敷は、同心の代名詞とされた。この屋敷は、より木が約300坪、同心が約100坪程度の規模だった。廃慮した広い屋敷を貸して、家賃収入を得る者もいた。組屋敷は、八丁堀に置かれ、 八丁堀が彼らを指した通称となった。一方、罪人を扱う汚れ仕事だったため、不条役人と下げ済まれることもあった。そのため世襲とはせず、代替わりの際には、新規飯シ会とした。しかし治安維持という任務上、その職務に精通していることが必須であるため、事実上世襲が行われていた。江戸時代も中期を過ぎると、建前上は、養子入りすることで、 実質上は、金銭で株を買うことによって町人が武士の身分を得る例が見られた。ただし、町方同心の場合はその職務に通じている必要があり、また同心株を売るほど困窮した者も,も多いとは言えなかったため、事例は多いわけではなかった。有名な例としては、樋口一葉の父が挙げられる。ありがとうございます。